はいどうも、フェザーです。今回はマインクラフト、タクミクラフト言っていきます。とある実況者さんがやっていまして、まあ、その方の名前はドックス。ドックス、日本語で、はい、ということで、まずは、生成ですね。ワールド生成、TKM たくみでいきましょう。ので、おっとああそう、あ、すげえ今の、え、あ、かわいい。あ、爆発したら生まれるんですね。爆発したらオオカミちゃんが生まれるっていう、あれ、匠の名前が分かるみたいなやつ入れた方がいいかな。ちょっとその私の見ていた実況者さんは分かるやつを入れてたんですよ、名前が分かるやつを。次回からじゃあちょっと入れていこうかなって思います。今はね、今回は、普通に匠クラフトを、匠モッドしか入ってないと思うんで、今、いろいろ入ってるわ。またいてますね。こいつ爆発させたら、ちょ、怒ってる。マジかよ。マジかよ。ちゃうよ。それは違う。さっきあんなに可愛い状態で出てきたじゃないですか。どうしたの。あ、違う。まだおるし。そんなに追いかけなくても。何羊毛ですか。いやー、はちゃめちゃですね、はちゃめちゃ。おお。フェザーに爆破されてしまった。あー、ステータスがあれですね、匠状態にされたんですね。ちくしょう、洞窟がある。ここじゃあ、早速ここ拠点にしちゃっていいかな。洞窟もあって、で、狼ちゃんもいてるし、ここめっちゃいい。ここに家建てちゃっていいですか。ここに立てましたんで、わかるかな、遠くに行ったら見えへんようになるしな。ちょっと羊毛ちゃん、僕の羊毛どこ、僕の羊毛、いや、いてないですね、いてないね。じゃあ分かった、あの目印からずっとこっち方向に歩いていくから、で、左右には一切行かずにずっとまっすぐ行って、あ、やばいの、行けるんちゃう、あれ、何あれ、ノックバック攻撃、ほっ、強い、あ、石の剣やからか、うん、いてない、うわ、マジかよ。早速海かよ。じゃあもうここが大陸の最果てですか。そんな、牛、お前、なんでこんなところに乗ってるの。もうな、あ、そう、ちょっともうすぐ火も暮れるし気をつけろよな。いや、俺もういいから、こういうの本当に、何、
実況者殺しですか。ほんまに匠すら出てこうへんやん。なんなんこれ、どういうこと。おっとおい君、ちょっと相手してくれよ。なあお前相手してくれよ、俺の相手。何これ、しょぼ。なあ、匠もっとってもっとすごいんじゃないの。こんなことでいいの。悔しくないんかお前。なあおい、なんか言えよ。頼むよ。おい羊、お前爆発。あ、お前も爆発してくれよ。いや、ちゃう。あ、そう。あれ、ちょっとあいつ殺したらもしかして羊毛取れたんちゃう。おお、死ぬよ。めっちゃおるやん。あっく、あいつ何体おんの。お前ら何体おんねん。こいつらを殺せば、あー、ダメ、違う。骨の音が聞こえる。あバレてなかった。お前は何。おお、爆発ちっちゃ。あれでも匠かよ。はっ、ノックバック。はっ、うおお、バカするな。おあ、でもあいつ倒せたので、いやでも落としてないか。あ、普通の羊毛じゃないんやこれ。あ、そう、爆発耐性がついてるやつかな。いや、そんなことどうでもいいから食料。あ、ゾンビさん、あ、君はやばそう。あ、知ってる、これ音が鳴るやつ。おお、やめてうるさいから。あ、うるさいわ。ちなみに、うわっ、びっくりした。はい、どうもフェザーです。今回はですね、もう匠クラフトの紹介みたいな感じでパート0にしましょう。実質次のパート1から開始ということにします。今回はもうちょっとぐだりすぎたんで、準備段階ということで、次回までに必要なものは揃えておきますんで、旅に出るために必要なものは揃えておきますんで、次回までちょっと待っててください。ごめんなさい。じゃあね、今回はこの辺で終わりにさせていただきます。次回もよろしくお願いします。次回から開始なんで、次回からお願いします。はい、でまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも面白いと思ったらチャンネル登録をお願いします。クララは動画やスマホアプリなどのリクエストも募集中。せーの、アディオス。オッケー。